ジェラセントラルリーグ公式戦阪神タイガース対中日ドラゴンズ、ただいまよりオープニングセレモニーを執り行います。球場に来て思いをもらうということだけではなくて、手紙であったりポスター、そういったものでたくさん力をもらえたので、感謝の気持ちをプレーに返せるように頑張りたいと思います。昨シーズンが2位ということで、もう本当にこだわりは勝つことしかないので、優勝に向けて自分としても毎試合1球全てに全力で投げていきたいというふうに思います。チームスポーツなんで、みんなが優勝に向かって戦う姿、勝ちに向かっていく姿を見せて戦っていきたいと思います。チームとしてはやっぱりこの優勝というか、もちろん目標に、この阪神タイガースというブランドで一試合一試合目の前の試合を勝ち抜いて優勝して、そしてまたねこの日本一に向けて今日を達成できるようにやっていきたいなと思ってます。最後いただきというところは本当にこうみんなが向かっていかないといけないと思いますし、一つになって頑張ってみれば優勝というのは見えてくると思いますので、精一杯頑張っていきたいなと思います。みんなを自分が引っ張っていくという気持ちで、挑戦者という気持ちでてっぺんになれればいいなと思います。球場で野球を見る以外にも、多くのメディアを通してたくさんの方に夢とか希望とか楽しませれるように頑張っていきたいなと思います。1年間戦いなくっていうことを大切にして、一つのアートっていうのにチーム全体としてこだわって、そういう姿を見せて、やっぱり阪神タイガースっていうのは最高のファンに囲まれていると思っているので、皆さんも一緒になっていただき、進んでいたいなと思います。成長するためにはまず挑戦、失敗を怖がったらうまくいかないですし、成長も成功もないので、そういうところでは挑戦するってことが一番僕たちに今必要なことだと思いますし、昨日の自分を超えていける、そういう日々を過ごしていけるってことが大事なのかな。そして初めてトップに立つっていうこと、明らかにこうスローガンの中に入れてやるのは今年が初めてなんです。これは日本チームの一番手に立つということで、僕たちの姿から皆さんに元気を届けて前に進む勇気を与えたいですし、子供たちにも僕らの姿から有名な感動を与えたいなと思います。辛い時期がまだあるかもしれないですけど、一緒に前向いて頑張っていきましょう。ファイル、いただき